所長とミュウです。今日はクリアクレヨンを紹介したいと思います。今日使うのはコクヨさんから出てるクリアクレヨン、透明クレヨンの5色、900円と税を使っていきたいと思います。で、裏はこんな感じです。オイルゲルクレヨンなんだそうです。オイルゲルって聞いたことないなと思って調べてみたんですけど、例えば乳液と、化粧水を一緒にしたオールインワンゲルっていう化粧品に使われたりとか、あと揚げ物した後の油を捨てる際に固める、油を固める、こういう商品に使われている製品なんだそうです。じゃあ早速中身を開けていきましょう。じゃんじゃじゃん。何色がいいかな。なんかすごくここの間のがちょっと広くてですよ、つかみやすいですよね。で、裏のパッケージもすごい可愛い。ちょっと黄色は透明だってなんとなくわかるけど、光当てるとこんな感じで色が透けて見えて綺麗ですよね。すっごいわ、もうなんていうかステンドグラスみたいでワクワクしちゃいます。綺麗ですよね。子供の頃これあったらもう本当に宝物ですよね。テンション上がりまくりです。なんか大事にしすぎて使えなさそうな感じ。色味表、じゃじゃん。これはまず、じゃあ赤からいこうかな。隣にあるのがこすって、指でこすってみた色です。で、これがじゃじゃん、赤はこんな感じ。黄色ちょっと蛍光色っぽいですよね。黄色はこんな感じ。黄緑はこんな感じ。緑はこんな感じ。青はこんな感じです。ゆっくり見ます。じゃん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 。で、なんかAmazon のレビューですごく退色するっていうことが書かれてたんで、ちょっと検証してみました。じゃじゃん。上の方が、2018年12月4日から今日が3月なので、まあ本当に3ヶ月ぐらいかな。すごく色の変化が大きいですよね。まあ、これは子供用の描画ってことで、まあ、その時楽しく遊びましょうっていうちょっと珍しいクレヨンなんで、まあ、こう作品を残したいんであれば使わない方がいいけど、すごい楽しいねっていう気分を味わいたい、お絵描き用だったら向いてるのかもしれません。じゃあ早速使ってみよう。今日はちょっといろんな画材との相性を見たいから、もう先に下絵を描いてます。じゃあここから油性のマジックとプラスチックとマスキングテープのシールを貼ってる部分からちょっとやっていきます。これちょっとアクアリウムをイメージして描いてるよ。結構、うおー、なんか結構ちゃんと色乗ってますね。あ、でも結構綺麗かもしれない。なんか深い海な感じ、海じゃないや水槽の中の感じが出てきたかな。でもちょっとやっぱりプラスチックの部分は色移りがしちゃうかな、手についちゃう。すごく乗ってるわけじゃないみたいだけど、こう質
感は出てますよね。じゃあ今度テーブルの部分は、筆ペンで描いてる墨汁タイプのやつで描いてるのは何色にしよっかな。まずちょっと、でもこれ本当に蛍光色の黄色に見える。リンリ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 リン。なんか、わあすごい、すごい発色だな。あ、なんだろう、ものすごい。こうちょっと画面上じゃ映ってないんですけど、本当に真っ黄色ですね。で、ちょっと赤を重ねると気持ちオレンジかな。オレンジっぽく見えるかな。あ、でもちょっとオレンジっぽいかな。さ、今度これは桜クレパスクレヨンで描いてる部分を、猫ちゃんを何色にしよう。黄緑の猫ってまあいないけど、今日はちょっとやっちゃえあ、でも全然このもっと茶色い枠の部分が混ざると思ってたんですよ。色全然色が混ざってない。出来上がりどうですかね。すごく柔らかいクレヨンなので、こういう風に質感が出ていいなって思ったのと、こうオイルクレパスとかクレヨンとかそういう意外とどんな描画で重ねてもそんなににじまなかったです。こう同じ透明クレヨン同士だと少しこう混ざってにじみもできてたんですけど、全然そんなこともなくて、まあ欠点があるとしたらその対抗性って言って結構色が抜けちゃうことなんじゃないかなと思ってるので、これはお絵描きのためのクレヨンだと思います。いろんな画材とかシールとか使って楽しく遊べるクレヨンだと思うので、みんなもいろんな風に絵を描いて楽しんでみてください。じゃあまたね。